タクシー大手第一交通産業の創業者黒土はじめさんが去年、中小企業などを支援するために設立した財団が今日、地域に貢献があった3団体を表彰しました。今年4月に亡くなった黒土はじめさんは去年、中小企業や団体を支援する財団を個人の財産で設立しました。今日はその第1回目の表彰が行われ、北九州市に拠点を置きながらアフリカの医療支援を行うロシナンテスや九州プロレスなど3団体が選ばれ、それぞれ100万円が贈呈されました。そのそれぞれの地域の中で社会貢献をしている人たちのお手伝いをするということが、創業者のプロセスを始めた引き合いでもあったし、財団は地域経済や社会福祉に貢献があった団体を毎年表彰していくということです。